英語学習の時間が始まりました。How we doing, everybody?NHK ワールドのニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力もアップしていきましょう。まずはじめにこのニュース字幕ありで見て、ニュース全体の概要を捉えていきたいと思います。えー、そして2番目にですね、原稿を使いながらニュースに出てくる単語表現、ニュースの詳細の意味見ていきましょう。 三つ目は、字幕なしで同じニュースを確認して、英語のみでしっかりと意味が理解できるのかチェックしていきたいと思います。そして四つ目は、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力。お手本の NHK ワールドキャスターの英語を真似しながら、このニュースの原稿を音読することによって、実際に英語を話して、英語を話すことに慣れて、 私たちの英語でのスピーキング能力アップ目指していきたいと思います。このニュースから情報を得た後は What did you learn, f from this news?Let's speak about your own voice ということで自分自身の言葉で得た情報やこのニュースから感じたことを英語で Google 自動翻訳を使いながらスピーチする練習をしたいと思います。より実践的な 自分の思いを英語で相手に伝える練習をどんどんしていきましょう。平均休暇地チャンネル。英語学習に使えそうだな。楽しいな。情報も取れるな。と思った方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、Let's check this news with subtitles at first。字幕ありで、このニュースをまず見ていきましょう。Let's check this out. Now, India says it will continue to ban wheat exports so that it can secure stable supplies for itself. Now, the country has suspended shipments since last May, uh, and that was after the grain's price soared on the back of Russia's invasion of Ukraine. Indian Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says the ban is also to curb inflation. The UN Food and Agriculture Organization says India was the world's second largest wheat producer in 2021 after China. The ban triggered a temporary surge in international wheat prices last year. The latest uh, decision could affect global prices again. So, how are you? This news Did you the news uh, India, 小麦の輸出を引き続き禁止するということを発表したというニュースですね。2021年度はですね、インドが世界で2番目のウィートプロデューサー、小麦の生産量だったと、小麦の生産量を誇ったという、こういう情報も入っていました。それでは右側の原稿を使いながら、このニュースに出てくる単語表現、そしてニュース全体の意味見ていきましょう。 Now, India says it will continue to ban wheat exports so that it can secure stable supplies for itself. ということで、えー、インドがですね、自分自身、インド自体にですね、stable supply, 安定した供給をセキュア、確保するためにですね、えー、ban、禁止するんですけど、weed exports, 小麦の輸出を禁止を続けると発表したということですね。 ええ、and now, the country is s u s p e n d e shipments since last May, and that was after the grains price sold a r on the back of Russia's invasion of Ukraine. ということで、ね、ロシアのウクライナ侵攻背景にですね、ええー、grain 穀物の値段がどんどん上がった後、去年の May ですね、5月ですね、5月からインドはですね、suspended shipments、えー、小麦の輸出をやめているということですね。 え、インドなんといっても人口が14億人いると言われていますから、その人たちのですね、まあ主な主食と言ってもいい小麦ですね。まずは自国のものを確保するという政策をとっているわけですよね。インディアンコマーラース・インダーストリー・ミニスター、ピッシュ・ゴヤールセッツ、ベン・イズ・ o c ソ・ト・カ inflation." ということで、え、インドのですね、商務大臣のゴヤール、 という方ですね。The ban is ということで、この輸出禁止というのはですね、c a ブ b inflation インフレを抑制するためのものでもあるとこ言ってるわけですね。もう世界的にですね、えー、食料品不足で、もどんどん物の値段、食料品の値段が高くなっていますけれども、そのインフレ対策の一環でもあるということですね。 The UN Food and Agriculture Organization says, India was the world's second largest wheat producer in 2021 after China.、えー、UN, United Nations ですね。国連食糧農業オーガナイゼーション、組織、えー、機関によるとですね。インドというのは中国の後に次いで2021年ですね。second largest wheat producer。世界で2番目に大きな小麦の生産拠点だったということですね。 The ban triggered a temporary surge in international wheat prices last year. ということで、インドのこの禁止、小麦の輸出禁止によってですね、去年、国際小麦価格というものがサージ、上昇ですよね。temporary surge。一時的に上昇するトリガー、まあ。きっかけとなったということですね。The latest decision could affect global prices again. ということで、このクーというのは水量ですね。かもしれない。 だろうということですけども、今回のですね、発表によって、再びグローバルプライシス、まあ、小麦のですね、世界的な価格にアフェク影響が及ぶかもしれない、という、こういうニュースでした。えー、それではですね、このニュースに出てきた単語、表現、もう一度確認しておきたいと思います。BAN 禁止するという意味ですね。weed、小麦ですね。 えー、そして secure, 確保するですね。stable, 安定的な、安定したという意味ですね。えー、そして suspend, 一時停止にするという意味ですね。えー、そして grain, 穀物ですね。複数形になっています。s w o r どんどん上がっていく、上昇するという意味ですね。s w o r そして on the back of, 何々を背景にという意味ですね。on the back of.invasion というのは侵略ですね。 コマーシーインダストリーミニスターのコマー c e 商業のという意味ですね。えそして c u r v e インフレーション、インフレを c ー r v e 抑制するという意味がありますね。c ー r v e 覚えていきましょう。Agriculture というのは農業という意味ですね。えー、そして次ですけども t r i a r 何々のきっかけになる引き金になるという動詞ですね。覚えていきましょう。Temporary、一時的なという意味ですね。Size、上昇ですね。 ディシジョン、決定ですよね。そしてこのクルというのはですね、推量推定で何々なるかもしれないっていうことで、えー、latest decision。この最新の決定がですね、affect、影響する。ですね。グローバルプライセズゲーム。再び世界の値段をに影響を与える。くるかもしれないっていうことですね。可能性があるって意味ですね。覚えておきましょう。では、 えー、このニュースの詳細の意味、出てきた単語表現、確認しましたので、次は3番目ですね。字幕なし、英語だけでもう一度このニュースを見て、英語でしっかりと意味が理解できるのか見ていきましょう。Let's check this news once again, but this time without subtitles to check whether we can understand only by English about this news.Let's check this out. Now, now India, India says it will continue to, continue to ban, ban wheat exports so that it can secure stable supplies for itself. Now, the country has suspended shipments since last May, uh, and that was after the grain's price soared on the back of Russia's invasion of Ukraine. Indian Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says the ban is also to curb inflation. The UN Food and Agriculture Organization says India was the world's second-largest wheat producer in 2021, after China. The ban triggered a temporary surge in international wheat prices last year. The latest uh, decision could affect global prices again. How え、いろいろな英語を聞いてですね、そのスピード、アクセント、発音、リズムに慣れて、しっかりとリスニング力も上げていきましょう。では次は4番目ですね。えー、日本人が苦手と言われているスピーキング力をアップしていきたいと思います。えー、日本に住んでいると、なかなか普通は英語を話す機会がありませんので、英語に、英語を話し慣れていないという方が多いと思いますけれども、えー、音読練習なんかは、 家にいながらですね、好きな時に好きなだけ練習できますので、今から音読練習で一緒に英語を話していきましょう。やり方は非常に単純シンプルで、この左側の NHK ワールドキャスターのお手本英語を今度は部分部分ですね、集中してまず聞いて、それを真似て右側の原稿を音読していきたいと思います。えー、小さい時に日本語で国語の教科書なんか音読してですね、日本語がどんどん 話すのが上手になったかと思いますけれどもその英語腕上ですね大きくなっても大人になっても英語が話したければ英語を上手に話したければ練習するしかありませんので英語を話す練習をたくさん今から一緒にしていきましょうでは let's try to speak in English out loud as much as possible to be fluent English speaker Now India says it will continue to ban wheat exports so that it can secure stable supplies for itself. now, the country has suspended shipments since last may, uh, and that was after the grains price soared on the back of russia's invasion of ukraine. now, in the sense, it will continue to bound with exports so that it can secure stable supplies for itself. now, the country has suspended shipments since last may. And that was after the grains price soared on the back of Russia's invasion of Ukraine. Indian Commerce and Industry Minister Goyal says the ban is also to curb inflation. The UN Food and Agriculture Organization says India was the world's second largest wheat producer in 2021 after China. The ban triggered a temporary surge in international wheat prices last year. The latest uh, decision could affect global prices again. Indian Commerce and Industry Minister Pishu Goyal says the ban is also to curb inflation. The UN Food and Agriculture Organization says India was the world's second largest wheat producer in 2021 after China. さあどうでしょうか視聴者の皆さんもたくさんお手本真似して英語を話しましたでしょうかスピーキング力アップしようとするとたくさん英語を話して英語を話すことになれるということがですね、えー、一つ大きな成長のポイントになると思いますので。 家でですね、気軽にできる音読練習やシャドウイングをたくさんして、日々、たくさん英語を話す機会をですね、作っていきたいと思います。ぜひ、視聴者の皆さんも、たくさん、音読やシャドウイングをして、英語を話していきましょう。それではですね、次は、What did you learn, f r o m this news?Let's talk about your opinion, information you got from this news by your own voice. ということで、自分自身、この地震、このニュースをですね、聞いて、見て、 得た情報や思ったことをですね、英語で相手に伝えるスピーチ、練習していきたいと思います。今画面に映っている Google 自動翻訳を使いますけれども、もちろん無料、そして家でですね、気軽に、いつでも好きな時に練習できますので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただきたいと思いますけれども、設定をですね、英語から日本語の設定にしておいて、そしてこのマイクのボタン、音声入力による翻訳ボタンを押して、英語でスピーチすると、 話した英語すべて Google が英語で左側に文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳を表示してくれますので、スピーチが終わった後、自分のスピーチの内容、発音、アクセント、使っている単語や文法がですね、正しくしっかりと伝わっているのが確認することができます。非常に 実践的なんですね。自分の思いを英語で相手に伝える練習ができますので、皆さんもトライしてみてください。それでは、このボタンを押して、私がこのニュースを見て、得た情報や感じたこと、自分の英語でですね、相手に伝える練習してみたいと思います。では、行ってみましょう。Let's try to speak my opinion in English.This news is about wheat export ban by India. According to this news, India has been banned export of wheat since last May. The behind of this reason was Russian invasion to Ukraine. After that, the price of wheat has been increased, and India needs to secure surprise to their own people, so India decided to ban export of wheat to other countries. And today, India announced that it will continue the ban of wheat export to other countries. This announcement may affect price of wheat, global wheat price. What I feel is I'm I'm concerned about it will affect our life because wheat is used for such as making of a bread, our daily dairy food, dairy consumption food, such as wheat or like that, and noodles of course already we are facing inflation in japan too so if the prices of bread noodles such as things will go up again it will affect our life so this is my concerning point the reason is ukrainian war so I hope that this war will end as soon as possible. So these things is what I felt after I checked this news. こんな感じでですね、このニュースを見た後に得た情報や自分が感じたこと、英語で話してみましたけれども、えー、このように話した内容ですね、英語を文字で すべて Google が拾ってくれています。右側にはその日本語訳が出ていますので、えー、スピーチが終わった後にですね、英語と日本語両方でどんな内容のスピーチをしたのか、自分の発音がしっかり通じているのかということを確認することができます。えー、このままですとですね、開業など整っていませんので、開業なんかを使って、まずですね、英語を整えてその後、このボタン、音声を聞くボタンを押したら、 左側の英語。Google が英語で音読してくれますので、自分のスピーチをそのまま音でですね、今度は聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分のスピーチを振り返ることができます。えー、こんな感じでですね、開業してみましたので、このボタンを押して私のスピーチを一度振り返ってみたいと思います。では、えー、私のスピーチ一度聞いてみましょう。Let's review my English speech.This news is about weed export ban by India. According to this news, India has been banned export of wheat since last May. The behind of this reason was Russian invasion to Ukraine. After that, the price of wheat has been increased and India needs to secure stable surprise to their own people. So India decided to ban export of wheat to other countries. And today, India announced that it will continue the ban of wheat export to other countries. This announcement may affect price of wheat. Global wheat price. What I feel is, I'm I'm concerning about. It will affect our life. Because wheat is used for such as making of bread our daily. Dairy, food, dairy consumption. Food such as weight or like that and noodles, of course. Already we are facing inflation in Japan too. So if the price is of, Bread, noodles, such as things will go up again. It will affect our life. So, this is my concerning point. The reason is Ukrainian war. So, I hope that this war will end as soon as possible. So, these things is what I felt after I checked this news. えー、発音、私の場合はですね、例えば小麦の w ィーとかですね、時々 w ィー雑草になってしまっているのでおかしな役になっていますね。まあこういうようにですね、自分の発音の悪いところ、弱いところとかですね、使っている単語や表現、えー、そして日本語でもですね、全体的にしっかりと言いたいことが伝えられているのかということも確認することができます。ぜひ視聴者の皆さんもですね、 この練習を繰り返すことによって、より実践的な思いを英語で相手に伝えるという力がどんどん伸びていきますので、チャレンジしてみてください。えでは、左側の英語を少し修正して、私の意見としてまとめておきたいと思います、えー。こんな感じで左側の英語を修正してみました。参考にしたいな、見てみたいなと思う方はですね、動画の一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。えーぜひ 皆さんもですね、まずは短い文章でもいいので、自分の思ったことを英語で相手に伝える練習をですね、してみてください。すごい効率的なですね、効果のあるスピーキング練習できると思います。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で取りながら情報力もどんどんアップしてみました。

If you like it, please subscribe my channel. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching, have a good day, and goodbye.